クロードと共に杉寺へ参ろう。おお、かねたの木はお仲間だけで取り戻したのですよね。心もとなく思いましたか。死の恐怖とは痛みや知らぬ者への恐れでしかないと学んだ。僧兵も同じように考えます。特に兄は里い方だったのだな。兄にもいてもらいたかった。そばにおるはずだ。皆に好かれておるのだな。兄の七光です。杉寺に攻め入るわけも知っていますしね。ここの民は下方者だ。街道を外れましょう。こちらへ。寺は杉林の向こうです。僧は捕虜にされておるのか。いえ、すぐには殺されないよう猛虎に従わせています。考えたな。間もなくです。息を吸え。止めたままでは戦えんぞ。わかりますか。我らも長い付き合いになるからな。ノリオ、クロード様、急ぎ駆けつけました。櫛寺が味方とは心強い。杉寺と明石は櫛が一つにまとまりました。山門から攻めるのか。はい、その隙に両脇から敵を囲みます。俺はどうする。あなたは策に構わず思うままに戦ってください。みんな離れずについてきてくれ。今日死ぬ者は誰一人いない。たとえ倒れてもその名は永遠に語り継がれよう。あつちょさ、弱さ。
日和だ。酒井様、寺を取り戻したな。ここで暮らしていた時は兄も方針も住職も生きておりました。今日からまたやり直せばよい。本堂へ行きましょう。何か盗まれていないか確かめなくては。さあ、こちらです。
ノリオ、酒井様。どうした？この中に入ってはなりません。何があるというのです？いかなる害を受けても失うわけではありません。外側は無事のようですね。何も盗まれていないじゃないか。ね、ノリオ。兄さん。牢から連れて行かれた時、てっきり。モコに全て教えれば、お前だけは逃がすと言われて。俺は生きてるよ。傷一つない。住職のことを言ってしまった。宝神、櫛寺、赤島も。構うものか。ずっと耐えてきた。会いたくてな。こんな姿で生きられない。生きてくれ。ノリを頼む。やれ。酒井様、よろしいですか？ああ。ハーチという名だそうです。そいつが兄を生きたまま焼き、手足を切り落としました。ハーチとやらは死んだのか？まだ生きています。ノリオ、兄君は守り手らしく勇ましく死んだ。どこがです？ハーチの所在は私が突き止めます。その後手を貸してください。いいだろう。雪が止んだら兄を弔います。